が来たぞー。ダブルお団子ヘアやー。はい、というわけで今回は鉄拳に新たに追加されたお団子ヘアスタイルについて特集していきます。シーズンパス4のアイテムとして追加されました。やっぱり格闘女子といえばお団子ですよね。そうですね、チュンリーやシャンプー、銀玉のカグラなどでおなじみのヘアスタイルですね。今回は鉄拳全女子キャラをお団子ヘアにして似合っていて可愛い順にランキングにしました。独断と偏見のランキングで大変申し訳ございません。まあ毎回そうですけども、ちなみになんとなくですが、やはりお団子ヘアは元気で活発な女子に似合いそうですね。そんなイメージですよね。では早速ランキングの方に行きましょう。16位、レディア。元の髪が色素の薄い金髪のせいか、さすがにちょっと違和感がありますね。髪型だけ可愛すぎる感じですね。15位、アンナ。アンナさんも大人の雰囲気なので、お団子とはちょっと相性が悪いですね。色合いはいいんですけどね。14位、エリザ。エリザは似合いそうな気がしましたが、あまり合いませんでした。角とかぶっちゃってますね。13位、カタリーナ。カタリーナもさすがに違和感がありますね。やはり大人っぽい雰囲気には合わないようですね。12位、サフィーナ。続いてザフィーナです。こちらもなんだか怪しいおばちゃんみたいになってしまいます。バスへのスナックで占いやってそうですね。色合いは合っているんですが。11位、シャオユー。続いて活発チャイナガールのシャオユーです。思ったほどは合いませんでしたが、でもさすがに違和感は少ないですね。でも期待したほどではないですね。なんででしょうね。10位、カズミ。シャープな顔立ちのカズミ姉さん、意外と似合っております。若干ミッキーマウス感ありますね。そうですね、若干。9位、ジュリア。鉄拳セブンでストリーマーになったジュリアちゃんです。お団子ヘアだと普通の女の子感が増しますね。これは似合ってますね。可愛らしいですよね。8位、マスターレイブン。凛々しい表情のレイブン姉さんですが、お団子は意外と似合っております。なんだか急に可愛らしさが増しますね。ギャップ萌えですね。見た目はこんなに凛々しいのに、内面は実は女の子らしいという、妄想がはかどりますが。7位、ラッキークロエ。お団子もとても似合うラッキークロエちゃんでございます。黒髪は若干違和感ありますね。少しありますね。6位、アスカ。もともと髪が黒いアスカさんなので、お団子もさほど違和感ないですね。性格的にも似合ってますね。5位、リリ。意外とお団子も似合う、リリお嬢様です。全然似合ってますね。可愛らしい感じになりましたね。4位、ニーナ。ニーナも意外とお団子が似合っております。黒髪になると急にスケベさが増しますね。もともとスケベですからね、この花嫁ドレス。スケベ花嫁なわけですが。3位、ジョシー。もともと黒髪なジョシーちゃん、お団子もとても自然です。これは可愛いですね。違和感ゼロですね。2位、アリサ。いつもとだいぶイメージが変わりますが、それでもとてもお団子が似合うアリサちゃんです。これは似合ってますね。色合いも良い感じですが、服装との色味も似てていいですね。1位、クニミツ。もともと黒髪だから違和感もなく、おてんばな性格ともお団子ヘアの相性がいいですね。これは合ってますね。色味も良い感じです。違和感ゼロだし可愛いし、文句なしですね。はい、というわけでランキングは以上です。いかがだったでしょうか。お団子ヘアはとても可愛いということがよくわかりました。髪型一つでイメージがとても変わるので、いろいろ試してて楽しかったですね。ランクはつけてしまったものの、どのキャラも可愛かったですからね。まあそうですよね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではでは。